このたび「の度 g r という名前のアプリを作り皆さんのスマートフォンで利用していただけるようにシステムを組みました CGS や石改革大学政党 DIY それから龍馬プロジェクトといった私が関わる活動の情報を毎日無料で皆さんに配信しています詳しいダウンロード方法は動画の説明欄に書いてありますのでそちらの方からダウンロードしていただきぜひさまざまな情報を集めていってください登録をお待ちしています CGS をご覧の皆様、ま、こんにちは、亀井宗平です。本日もじっくり学ぼう民族情報工学をお送りしていきたいと思います。講師は江戸先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあ、ずっと年中行事、季節に沿って聞いてきているんですけれども、はい、まあ、ずっと冬というか、12月4月のお話ということで聞いてきたんですけれども、うんはい、今日は、えー、その大晦日の過ごし方についてということで、大晦日にスポットを当て聞いていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。えっと、大晦日なんですが、まずあの、 お掃除はね、はい、済まされましたかという感じですね。うん、<laughs> はい。まあ、すす払いとか、いろいろお掃除を、はい、完璧にお掃除を済ませないと。実は大晦日の日に神様を迎えられないという、うんはい、まあ、そういった、ね、お送り、お送りできないという、まあ、そういったことがあります。はい。でですね、大晦日というのは。えー、まあ、毎月晦日の日というのがあって、それは月の進行の中における最後の日ですね。が、晦日という、まあ、最後の日という意味。ですね。はい でその中で十二、えー、ヶ月の中の最終的にすべてをこう締めくくる日のことを大晦日というふうに言います。うん、はい。でこの日に例えばジョヤの金とありますね。はい、はい。ジョヤの金のジョっていうのは一体何なのかということ。のぞくです。よね。のぞ、ね、くなんですが、これな何をのぞくんでしょう。なんかその年に生まれて百八度盆ののぞ <laughs> くみたいなそんなこと聞いたことありますけど。そうですね。はい。はい まあ百八つの煩悩をすべて取り払うという、はい、えー、だけではなくて、はい、そのその年の、えー、よくないものをすべて一回リセットするっていう、はい、やっぱりリセットなんですね。まあ、そうですね。やっぱり雪と一緒で,ですね、うん。はい。で、除、はい、日っていう言葉があってですね。除、はい、日の最後の極まる日というのを夜ですね。はい、から除夜だったんですね。うん。うん、でこれは、えー、ある種ですね。 あのおででもあったんです年<う>、うん、神様の最終的なお通夜ということで年、うん、神様に感謝をしてでまた改まるというだから雪が心しんしんと昔はね雪が心しん,しんと降る中でこもった魂が、えー、もうあの世へ旅立っていって、うん、そしてまた新たな年がやってくるというでその新たな年がやってくるというのを改まるということでですね、うん 改まるために必要な儀式ということで行われていたのが、この大晦日の儀式だったんですね。はい、はい。で、この大晦日に、なると、えー。ご家族では何をされましたか。何をされますか。えっと、お蕎麦食べます、ね。あ、お蕎麦、はい、はい。はい。長い、長いものを食べる。長いもの。え、う、え、ん、長いものを食べる。そうですね。長寿を祈るとか、ね。はい、はい。あとは。 うん、と、あとは、まあ、お寺行って、えー、それこそ、じの彼は聞くとか。あと、なんでしょうね、十二月。うん、正月飾りの準備をするとか。はい,はい。そういうことやってましたね。はい。はい、若水を取るという風習はありますか。はい、いや、僕はやってないんです、ね。いですはい。えっと、うちでは、えー、っと、十二月の、え、三十一日の、こう、零時ですね。まあ、はい、ちょうど、一日になった、もう直前にですね。うん 若,みを若水を取るというこれはあの一番その年の極まっている水をですね汲むという、うん、そういった家の儀式がありまして、はい、その若水を飲むと若返るとか、えー、なんかこうけん不,老不老長寿になるとかですねそういったことが昔から言われていて、はい、で、えー、と翌,あの翌日の元旦のですね あのお雑煮とか、うんえー、もうべてこの若水で作るという、はいはい、そういった風習があるんですね。えーはい、若というのは、うん、これはお寺の赤水と一緒ですね、うん、赤赤の水だから一番その極まっていて、はい、神の水というものを赤と言うんですけど、うん、その赤水と同じような意味で赤水を取るという、はいうん、だからあの昔の日本語の中で多分水という 言葉よりも、水を表す言葉が、和歌ということ、枠ということ。ああ、枠。はい。枠が水だったんですよね。うん。枠という言葉が。はい。だから、これ、あの、世界的に、まあ、いろんな、あの。えっと、水を表す語源、音がありますけど。はい。ウォーターとか。ね。赤と、アクアとか。みんなね、枠っていう音に近いんですよね。うん。あ、枠、アクア。クアとか。で、ウォッカとかね。はい。 だから多分人類が水というものを手にした時に「湧く」っていうか「赤」とかなんかそういった言葉を発したんじゃないかなってぐらい、うん、なんかそういうことをね感じるような言葉がこの中にあります。でこの、えー「若水を取る」ということと同じように「湧か潮を取る」という「湧か潮を取る」という、はい、まあそういったのもあって、うん、これはね海水を汲んでくるう海水うん、うん もともと日本人こう海に囲まれたところに住んでたので海洋民族の風習としてですね、はい、若い潮和歌集をとるという、うん、一番その極まってる塩をとるということによって、はい、これが命をつないでいくということですね。うん、とと、まあ、一緒になっているといるう、うん、えですのでこれは本来であればあのもうまさにこの旧暦じゃなければ意味がなかったような、はいはい、風習だったんですよね。うん、だから要するに1日 旧暦の本当は1月1日だったんですけど、はい、まあ今はね残、残念ながら新暦でやってますが、うん、えー、ぜひですね、旧暦の時にもこういったことをやっていただければというふうに思います。うん、はい。今どれくらいなんですかね、旧暦の1月1日って。旧暦の1月1日はもうこのまさにこの小夜を見ていただける。はいはい、はい。えっ、ー、と、旧暦の1月の1日はえっ、ー、と。 1月の22日になりますね。は、ね、3週間ぐらいずれてるんですね。結構ずれますね。まあ立春に近いぐらいな感じになってのというか、はいはい、大寒のあの後ぐらいになってますが、うんはい、ただ毎年ねずれていくんですよね。そうですね。ねえー、毎年ずれるから、ね、何日って言えないんですよね。はい、そうそうなかなか何日と言えないんですが。うんうん まあ、ちょうど冬土曜の頃に入ってきて、体が最も体調を崩す時でもあるので、はい。まあ、そういった時に、こう、みんなが集まってですね、うん。はい。体を養い合うっていうのは、非常に意味があるかなと思いますね。うんうん、はい。本当ね、伊藤先生何度もおっしゃってますから、まあ、集まってみんなで話すって、すごい大事なことなんですよね。うん。ねうんうん、特に、やっぱ、そういう、こう、物事の節目節目、だから。ボンクレ正月は、みんな集まる、うん。ってそう、そう。言うじゃないですか。はい。まあ、日本人は昔から、ボンクレの時は。はい。 顔見せをしなさいという風習があって、うん、祖先に顔見せをしなさい,とい。はい、で、この祖先というのは何もあの亡くなった方だけではなくて、生きている先祖ですね。はい、祖先なんですね。うん、はい。うん。まあそこを喜ばせることによって、まあ自分自身が生きている意味をまたね、うん、まあもう一回再確認をするというそういったことが必要だったということですね。すねはい。まあ普段常識となかなか会うこともないんですけど、うん、はい。 両親は父親、まあ、は石川も大阪行ったり来たりしてるんですけどはい、はい、母は大阪いるんで、ええまあ、年末年始は大阪でということが多いですけど、はい、まあでもやっぱりなんかお正月家族で集まるとホッとしますよね、うん、なんか。ホッ、ねうん、とするっていうのはやっぱりこう体が楽になるっていうか,、うん、か同じような DNA を持ってる人たちがいっぱいここにいると確かこう安心するっていうかね。動物が こう仲間たちと一緒にいるような感覚なんだと思うんですよね、うん、だからこれはあの頭で考えることじゃなくって体で考えるっていうことが実はこのね冬の時期なんじゃないかなというも思いますね、うん、だから体がどう感じてるかっていう体がしんどかったりとか,なんか体が何かこう疲れていたりとかっていうことではなくて体が楽になるとか体が何かこう 喜んでるとかそういったことをするということが本来の冬のリセットなんじゃないかなそこで初めて魂が活性化してで未来が見えてくるというはい思いますね、はい。ということで今日は大晦日のお話を聞いていきました。てなるともう次は新年のお話というふうになりますので次回年明けのお話聞いていきたいと思います。はいはい、今日はどううあありりががととごござざいいままししたた